平野紫耀、キング・アンドプスのメンバーである平野紫耀が高校時代に経験した悲しい出来事について明かしました。日本テレビ系の冠無番組、キング・アンドプスル。では4月1日の放送会で平野紫耀が自身のコーナークイズぶらり平野くんを披露しました。この企画では平野が街を巡りながら撮影された VTR をメンバーたちが視聴し、 彼の自然体な言動をクイズ形式で紹介するという内容でした。今回は静岡県を訪れ、彫刻アトリエやアームレスリング道場、足で踏まれるマッサージなど、様々な楽しい体験をしました。その中で、平野は沼津港深海水族館を訪れました。この水族館では、珍しい深海魚が100種以上展示されており、高田しがにじゃん。 と興奮しながら水槽に駆け寄りましたが近くにいたサメに驚いて、噂メだ。と子供のような反応を示しました。さらに、高シガニを観察しながら、映画、エイリアン VS、プレデター、2004年、見たい、と独自の例えを使い、大いに盛り上がりました。また、ダイオウグソクムシを見つけた際には、知ってるけど、生で見るのは初めてかも、と喜びながら、コメントしました。 高校生の頃に初めて見た、かな。この生物を見た時、みんなは気持ち悪いって言って少し距離を置いてしまったんです。と少し寂しいエピソードも明かしました。そして水族館に展示するための魚を採集して帰ってきた漁船を出迎えることになりました。平野は魚を水族館に運ぶ手伝いをしましたが、中でも彼が怯えたのはサメの移動でした。 バケツの中で暴れるサメに困惑しながら、俺が近づいたら、サメたちが元気になったのかなと思い悩んでいました。すると、スタッフから、平野に持ってほしいんじゃないと提案されてやらキング・フェンスファンの総称、とコメントしました。しかし、サメの鼻先に触れた平野は、絶対ティアラじゃない。と苦笑いしました。その後、 真っ赤でトゲが生えたような見た目のイガグリガニーを水槽に移す手伝いもしましたが、平野はめっちゃ尖っているじゃん、と戦立しました。この行動をある人物に例えるクイズが出題されましたが、正解はなんと JR 時代の騎士、ユータくんでした。スタジオの騎士はそんなに尖ってないよ、と反論しましたが、平野は初めて騎士くんを見たとき、 彼の髪はすごくはねていて、と言い、さらに、今は一切アクセサリーをつけていないけど、その当時はカラフルなビーズを身につけていたんです。今思えば少しダサかったな、と明かしました。この放送にはネット上から、サメがティアラとは笑った、カニで岸君を思い出すのはさすが、尖ってたのはどんな感じだったのか笑い、たとえがいちいち面白い、といったコメントが寄せられました。 今後も最新情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。